はい、ということでですね、今日はね、もうほんと時期も時期ってことでね、みょうがですよ。もうみょうがで、みょうがで飲みたい。みょうがって妙に余りがちだったりしません？はい、ということでですね、みょうがで飲みたい、始まるよ。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、今日はみょうがでおそばを作っていきたいと思います。みょうがって皆さんそのまま食べないですよ、そんなにね。みょうがっていつも脇役なんですよ。こいつだけでは引き立たないって皆さん思ってるじゃないですか。じゃあ今日はね、そのみょうがをね、 S 級ヒーローにしていきます。まずみょうがはね、全部ね、こうやって半分に切ってしまいましょう。でね、ここもね、切る方もいるんですけども、ここはね、実は食えるんですね。この根元の部分全然食えます、全然食えますので、このままね、千切りにしてって全然大丈夫なんですね。僕は特殊な訓練を受けておりますので、酔っ払ってても包丁は使えるんですけども、皆さんは泥酔状態の時に包丁を使うような危険行為は絶対にやめてくださいね。でこいつはね、僕のボウルにね、これ1パック分です。1パック分入れてください。お知らせ、25g って僕のレシピには書いてあるんですけども、今日はね、 25g ぴったりのやつがなかったんで、ちょっとね、しらすね、 32g でちょっと多いんですけども、まあちょっと多いぐらいでもね、非常に美味しいので、はい、ちょっと多かったかな、まあいいや、全然、これぐらいね、しらすがあるとね、塩はね、ほんとほどほどで大丈夫です。5分の1ぐらい、だから味の素3振りぐらいで、ごま油小さじ2ぐらいですね。はい、1、2、ね、はい、黒胡椒も入れていきます。はい、黒胡椒を入れて混ぜていきます。よし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 、美味しくなるんだぞ、美味しくなるんだぞ。はい、じゃあ盛り付けしていきます。まあ手頃なね、あれにあれしていきましょう。こんな感じですね。はい、色鮮やかですね、綺麗ですね、もう限界です。僕はもう限界に近づいてきました。限界ラバーズです。ちょっと黒胡椒も足しましょうか、酒のつまみですからね。はい、これです。無限みょうがの完成です。はい、ということでですね、できましたので、いただきます。今日はちょっとお酒が、プレモルがもうなくなってしまったので、遠近法で大きく見えるジャック・ダニエルを飲んでいきたいと思います。いやー、こいつがうまいんだわ、またギュンギュン飲んじゃう、おっとっとっと、飲んでいきたいと思います。はぁ、これ絶対合うな。じゃあ、いただきます。あのね、これはうまいでしょう。みょうがの香りが非常に爽やか、爽やか3組ぐらい爽やかですね、非常に酒に合う。すいません、今日ハイポーにしちゃったんですけど、日本酒か焼酎かな、これで。ちょっとしらすが多かったですね。もうちょっとみょうが楽しみたいなって感じもありました。皆さんはもう自分の好みの配分を見つけていただきたいな。はい、ということでね、告知のタイムになりました。悪魔のレシピ本、あ、これです。これが10万冊突破しました。なんか10万部って結構すごいらしいので、 YouTube で出てないレシピもいっぱいあります。気に入ったら買ってください。じゃあ、ありがとうございました。はい、ということですよ、今回の動画どうだったでしょうか。もう僕はね、いい感じに、いい感じで、本当にいい感じにできたと思います。ということですね、皆さんいい感じに、なんだっけ、あれ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。